高木選手です。まず今日の試合を終えてちょっとこうどういった感想をお持ちでしょうか。まあ結果的には、まあ大量失点して負けてしまったんで残念ですけど、ただまあ後半入り良かったし、そこから1点取って、まあ、追いつけるようなチャンスの場面もあったんで、まあ、ポジティブな部分をしっかり捉えて、まあ、ネガティブになりすぎないようにしたいなと思います。後半その終わっちゃった立ち上がりから明らかにちょっと空気が変わってたんですが、狙いとしていたのはどんなところだったんでしょう。まあ、やっぱりちょっと消極的に攻撃も守備もなってたんで、まあ、積極的に前からボール奪うことと、まあ相手の背後を狙うっていうことを意識して後半入りました。高木選手ご自身もその、まあ、チャンスとあればこう前に行くっていうその狙いというのがずっと90分通して見えてたんですが、そのあたりはこうチームとしてどういった機能をさせたいというふうな狙いですか。まあ、やっぱり、まあ、引いて後ろにいるだけだとなかなかこう攻撃に人数かけれないですし、チャンスの場面も少なくなってしまうと思ったんで、まあ、できるだけチャンスがあれば前に高い位置をポジション取って、決定的な仕事ができればいいなと思ってプレーしました。その高木選手個人的なところで言うと、まあ、代表から帰ってきていろんな刺激を受けてのこの試合だったと思います。何かこう意図したその思いというのが見えたんですが、どういうところを今後心がけたいと思っていらっしゃいますか。まあ、まずは守備の部分と攻撃の部分で両方とも走るということを運動量を多く走るということを多く求めてやっていきたいなと思うのと、あと、まあ、攻撃も守備も球際のところでしっかりこう仕事ができればいいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。